はい、どうも、白熊先生です。今日ですね、ハンドボール元日本代表のですね、宮崎大輔さんがですね、女性にですね、暴行を働いて逮捕されるということがですね、ありまして、まあ大きくですね、テレビニュースがそれをですね、報じました。しかしですね、その後すぐですね、宮崎さんは釈放されるんですね。はい。それはなぜかというと、被害女性がですね、被害届を提出しなかったからなんです。はい。で、なぜですね、そんなことが起きたかというと、これ実はですね、その被害女性と宮崎さんはですね、不倫関係だったんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細プラス、そしてですね、この二人の関係を紐解いていくと分かるですね、この不倫特有のですね、このドロドロとしたですね、救いのない人間関係が見えてくるんですね。はい。そこについていろいろとですね、解説の方していきたいと思います。はい。まずですね、まあ、宮崎大輔さんといえばですね、ハンドボールでですね、ものすごい結果を残してるですね、もうレジェンド級の選手なんですけども、まあ、女性に暴行を働いた髪の毛を掴んで、うわーってやったみたいなね、まあ、そんなことが報じられて、まあ、逮捕の方されてしまったんですね。はい。ただですね、すぐさま釈放されたんですよ。はい。これなぜって話ですよね。うん。で、そのね、謎をちょっと紐解いていきたいかなと思います。はい。まずですね、このね、宮崎さんのですね、髪を引っ張ったとされている女性ですね。はい。これ誰かというとですね、元新日本体操選手のですね、フェアリージャパンの選手でもあるですね、深瀬夏希さんですね。うん。この深瀬さんが被害者というふうにされてるわけなんですね。うん。じゃあですね、当日一体何があったのかって話なんですね。はい。まずですね、この深瀬さん自体はですね、被害届を提出していないということで、プラスその宮崎さんにですね、証拠隠滅や逃亡の恐れもないということから、まあね、その、すぐさまですね、釈放されたわけなんですね。うん。でですね、実際問題、深瀬さんはですね、当日のことを振り返ってですね、この弁護人が言ってるんですけど、宮崎さんは弁護人が言ってるんですけど、財布の奪い合いになり、揉み合いになったが、暴力は振るっておらず、髪は引っ張ってないと、容疑を否認していると。うん。で、深瀬さん本人も、私は暴力を振るわれてないんだっていうふうに弁護人に話しているというわけですね。うん。まあ、そういうことを当日あったんだってことを お互いが証言したとしたら、まあ、確かにですね、釈放されてもおかしくはないですよね。うん。だって被害届も出てないわけですし、被害者がいないってことになりますから、はい。まあ、ただ、当日警察は来てるんですけどね。はい。これどういうことなのかって話ですよ。うん。そもそもなんですけどもね、この二人がですね、そういった、ま、行為、ね、警察沙汰になったのは2020年11月の1日なんですね。はい。でですね、実はこの1日にですね、宮崎さんとその不倫相手のですね、深瀬さん以外に、その宮崎さんの姉とですね、そしてそのね、姉の知人の男性、この4人でね、一緒に会食してたらしいんですね。うん。で、その会食の中で、酩酊状態にまず宮崎さんがなるわけですよ。この方、酒癖が悪いって有名ですからね。はい。で、その宮崎さんと宮崎さんの姉で、この宮崎さんと深瀬さんとの関係性について口論となったと。うん。まあ、不倫関係ということもありますからね。はい。で、それで、まあ、大騒ぎになって、そこにですね、警察が駆けつける事態に発展とあるんですね。うん。まあ、これは僕思うんですけども、まあ、酒を飲んでちょっと口論になることくらいですね、人間生きていたらいくらでもあるわけじゃないですか。そんな中でですね、警察まで駆けつけるってことは、まあ、相当大きめの口論って言いますか、もう口論どころかっていうね、ことな状態だったってことがね、まあ、予想できますよね。うん。でですね、結局、まあ、その場をそれで収まって、深瀬さんとですね、宮崎さんが宿泊先のホテルに戻ったんですけども、そこで再びですね、財布をどちらが持つかなど、不些細なことから口論になり、最終的に深瀬さんが、まあ、女性側が警察に通報したと。はい。つまり実はですね、一晩で2回警察が来たってことなんですね。はい。で、床に深瀬の髪が落ちていたなどの状況証拠から、警察は宮崎の逮捕に踏み切ったと。まあ、そういうわけなんですね。うん。で、その後、まあね、深瀬さんは、その被害届を出さなかったから、まあ、すぐさま帰ってきたと、宮崎さんが。っていう流れなんですね。はい。じゃあですね、この宮崎さんと深瀬さんの関係性、これどういうことかって話なんですけども、実はですね、ここに関してはですね、文春、週刊文春がですね、深瀬さんと親しいですね、そのね、いろいろ話を全部知ってる A 子さんですね、からね、話を聞いてるらしいんですね、友達の。はい。そこの話に今から入ります。はい。まずですね、A 子さん曰くなんですけども、このね、夏希は、まあ、深瀬さんの子ですね。夏希さんはですね、どうやらですね、すごくですね、恋愛経験が少なかったらしいんですね。はい。まあ、だから競技に没頭していたということでしょう。で、そんな中ですね、まあ、アスリート同士が集まる合コンがあって、で、そこでですね、宮崎さんの方が夏希さんのことをガンガン口説き出したらしいんですね。うん。で、その結果何が起きたかっていうと、まあ、ベタ惚れしていったと。ただ、周囲はそれを止めていたんですね。はい。それはなんでかっていうと、宮崎さんが既婚者だからなんですよ。うん。まあ、不倫になっちゃいます。はい。宮崎さんには3歳年上の妻と、その間に2人の子供がいると。で、数年前に別居生活に入っていて、離婚調停は1年以上やっていると。うん。まあ、だから離婚調停に入ってるとはいえ、まだね、その、まあ、言ってみたらその不倫状態になってしまうわけですよ。うん。妻子ある身ですからね。うん。
そこに、まあその夏希さんが付き合ってしまうことを友達はですね、止めていたというわけなんですね。まああるあるですよね、不倫のね。はい。でですね、はい。で、そこに関してですね、ただ夏希さんはですね、そのもうこの宮崎さんにベタ惚れみたいで、彼は私がいないとダメだからとか、相性がとってもいいと口癖のように言っていたというわけなんですね。うん。で、そういう風な状態なんで、まあね、不倫関係ではあるんで、絶対に基本的に内緒にもかかわらず、周囲には彼との同棲生活について随分と自分から話していたっていうね、これもあるあるですよね。不倫女性あるあるですよね。うん。周りがどんなに止めても、その不倫相手にベタ惚れしていて絶対にやめない。それでいて秘密の関係にもかかわらず、友達にはペラペラ喋るっていうね。はい。もう本当あるあるの王道ですよ。はい。でですね、そんな中ですよ。そんな中。うん。そんな中ですね、今年8月発売のフラッシュがですね、二人の不倫同棲生活を報じたと。ね。不倫関係がバレてしまったんですね、世間に。はい。で、それに対してですね、うん。地元のですね、深津さんの友達からは、交際を反対する声がなおね、より上がったと。はい。にもかかわらず、二人の関係は続いて、さらにすごいのはですね、この深津さんがですね、9月22日の自身のインスタグラムにですね、宮崎さんと暮らす自宅付近の公園を撮り、そしてですね、ハッシュタグでですね、ハッシュタグ離婚調停というツイートをね、つけたという。怖いですね、ハッシュタグ離婚調停っていうね。はい。まあ、だから、匂わせというか、なんというか、この匂わせをするあたりもですね、まあ、不倫あるあるですよね。うん。すごい怖い言葉ですよね。不倫相手が、ハッシュタグ不倫、離婚調停と入れてね、そのツイートするっていうのは、うん。で、ここに関してですね、奥さんからは何も言われてないからと開き直った様子で、彼らと早く結婚したいというふうに言っていたと。まあ、そういうわけなんですね。まあ、よっぽどベタ惚れだったと。うん。で、そんな中ですよ。そんな中、先ほど言った4人、ね、宮崎さんと深津さんと宮崎さんの姉とその知人の男性の4人と、まあ、ご飯食べる感じになったと。うん。で、そこで、宮崎は、深瀬と共に、姉の連れの男性と共に、連れの男性と、名古屋市内で食事していたんですけども、そこで酒が相当入り、酩酊した状態で、姉と口論になったんですね。はい。じゃあ、なぜ姉と口論になったかっていうとですね、きっかけは酔った宮崎さんが、夏希さんを侮辱するような言葉を吐いたと。っていうね、で、それをお姉さんが注意したことから、宮崎さんの勘に、それが宮崎の勘に触り、彼が激高したと。で、その宮崎さん VS お姉さんで戦いになってしまったというわけなんですね。うん。で、夏希も彼はアル中だと思う、お酒を本当にやめてほしいと以前から悩んでいたというわけなんですね。うん。で、そこでですね、大荒れでもう見かねた店員が110番通報したというわけですね。で、そこで警察になだめられて、名古屋のホテルに戻ったと。ね、深津さんと宮崎さんは。うん。で、宮崎さんはですね、まずは収まりがつかなくて、そこで深津さんと口論になったというわけなんですね。はい。で、そこで、まあ、ね、うわーってね、もうほんと大喧嘩になってしまって、彼はふてくされて東京に帰ると部屋を飛び出そうとしたと。で、そこに夏希さんは彼を外に出さないように彼の財布を取り上げたと。そしたら話せやめろみたいな揉み合いになってしまって、髪が抜けたと。うん。だから意図的な暴力はなかったと。はい。で、それで最終的にですね、宮崎さんがですね、ホテルを飛び出していったと。で、深瀬さんはですね、心配して110番通報をしたら、すぐ警察が現れて、で、警察が、ま、いろいろ事情を聞いたりとかですね、状況のを見てですね、宮崎さんの、身柄を拘束して警察に連れて行ったというわけなんですね。はい。だから言ってみたらですね、この深瀬さん側からするとですね、ちょっとね、意外な展開だったらしいんですね。まさか逮捕されるとは、みたいな。うん。っていうのもあったんで、まあ、深瀬さんはですね、すぐさまその後、まあ、控え届は出さずに、ね、なんとかね、出てきてほしいじゃないですけども。ね、うん、そういう流れになって、まあ、すぐさまですね、宮崎さんを釈放されたと。まあ、そういうのが、まあ、その晩あったことになるわけですね。はい。これがですね、その当日あったこととですね、そこに至るものの全てになります。はい。じゃあ、ここから何がわかるかって話なんですけど、なんか、本当にこうね、不倫をしてしまう女性と、不倫をしてしまう男性のあるあるが全て詰め込まれたみたいな感じのですね、こう、よくある、なんか、もうね、チャチードローみたいな感じがしましたよね。うん。周りはね、その男性のね、いろいろなことを総合的に含めて、あの人やめておいた方がいいって言うんだけど、不倫相手の女性はですね、ベタボレで、ね、どん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 深みにはまっていってしまうと。ね、付き合ってしまうと。うん。で、ついに不倫相手の女性が、匂わせ行為とかそういうことまでしてしまうと。ね。はい。そして、みんなはですね、それでもやめといた方がいいのではって思ってたんで、だけども、最終的にですね、こういうふうに警察沙汰になるくらいの事件に発展してですね、大ごとになってしまうと。うん。で、それでもですね、やはりそのね、その深瀬さんがですね、不倫女性はやっぱりベタボレなんで、被害届とか出さずにですね、まあその場はとりあえずそれで収まるみたいなね。うん。
なんかほんとね、不倫のあるあるをすべて詰め込んだですね、こう短いこうショートムービーみたいなね、いう感じがしましたよね。うん。だからやっぱ不倫してる女性っていうのはですね、こうすごくですね、こうなんていうんですか、その相手に没頭してしまうね、節があったりするんで、うん。まあ確かにね、没頭できるからこそ、そのですね、相手が既婚男性でも気にならないんですよね。うん。普通はやっぱりどんなにいいなって思っても、相手が妻子持ちって分かったら、やっぱりこれから先付き合っててもろくなことないからってことで、女性って身を引いたりするじゃないですか。はい。まあでもですね、やっぱね、そこを没頭してしまう女性っていうのはですね、いろいろね、まあ、うん、その後問題を起こしがちなんですよね。はい。そして宮崎さんもですね、その合コンで口説きまくってるっていうのもちょっといけないかもしれませんね。まだ深瀬さん発信で好きになったんだったらいいですけど、宮崎さんが妻子がいる状態にもかかわらず、このね、深瀬さんをめっちゃ口説きまくって、その結果深瀬さんがベタ惚れして行ってしまうっていうのも、でもこれはまたね、不倫あるあるですよね。はい。既婚男性側からその独身女性を口説いて、気づいたら独身女性がもう本当どっぷり不倫にハマってしまうっていうね。はい。あるあるですよ。はい。まあ、とにかくですね、なんとも悲しいお話でした。というわけでですね、今日はこの辺でおります。この話にちょっとも共感してくださったら、よかったら高評価、チャンネル登録、あとコメントあったらお願いします。ありがとうございました。